はい、どうも皆さんこんにちは。人物解説系 YouTuber として人気になったのにもかかわらず、最近人物解説あんまりお前してなくねとよく言われる男かしチャンネルでございます。いや、まあその通りなんですけれどもね。まあということですね、今回は初心に戻って人物解説 YouTuber チャンネル解説していこうかなと思います。皆さん唐突なんですけれども、今 YouTube 業界において最もチャンネル登録者数の多い YouTuber って誰だかご存知ですか？まあ例えばヒカキンさんとか、あのはじめ社長とか、文人さんとか、まあ皆さんはね、そこら辺の YouTuber 思い浮かべるんじゃないかなって思うんですけれどもね、まあ実はこの日本において一番最もチャンネル登録者数の多い YouTuber っていうのは、今回紹介するキッズラインっていう YouTuber チャンネルなんですよね。まあ知ってる方はね、もちろん知ってると思うんですけれども、知らない人からすると、は誰だよこのクソガキチャンネル、あ知らねえんだけど、誰べこいつって思ってる方いっぱいいるんじゃないかなって思いますので、今回は日本で最もチャンネル登録者数の多い、まあ、YouTube 界のドン、キッズラインさんについて触れていこうかなと思います。キッズラインさんは2014年10月の16日より YouTube にて動画投稿活動を行ってる、まあ、いわゆるキッズ系 YouTuber、 なんか家族とかで楽しくやってる方のキッズ系 YouTuber でございます。現在はね、日本で最もチャンネル登録者数が多く、国内で初めてチャンネル登録者数1000万人を突破し、 YouTube のね、公式よりダイヤモンドクリエイターアワード、まああれですね、あのダイヤモンドの盾っつうやつをね、あの受賞している、まあいわばね、日本で最も強い YouTube チャンネルでございます。いやでもチャンネル登録者数1000万ってとんでもないですよね。今僕のこの弱小カッシーチャンネルの YouTube チャンネルがチャンネル登録者数2万人なんで、まあ単純計算したところで、あの僕の500倍以上ぐらいですかね。あーくそせえや、かなわねえや、ちょっと収益分けてほしいですね。そしてね、動画のチャンネルの総再生回数というのは現在ね、100億回を突破しております。 YouTube のね、動画の再生数の100億回突破してる YouTuber ってフィッシャーズさんぐらいしかいなくて、100億回ってなんか規模が違いますよね。なんかドラゴンボールの戦闘力ぐらいインフレしてますね。まあ動画のジャンルっていうのは子供向けに発信してる YouTube チャンネルで、結構幅広くいろいろなものを取り扱っており、メイン動画はコウくん、ミネちゃんというね、2人の男の子と女の子が主に出演しており、まあ、玩具、お菓子のレビュー動画や、まあ、子供の寸劇動画、あとゲーム実況やオリジナルアニメなど、まあ、親子でね、楽しめる子供向けの動画を日々公開しています。2011年にチャンネルを開設し、動画のコンセプトは育児中のほっと一息タイムに活用していただいたり、おもちゃを購入する際の参考にしていただいたり、まあ、世界中の子育て世代の役に立ちたいというようなね、思いで動画投稿活動をしてるらしいです。なんかめちゃめちゃ素晴らしいっていうか、動画コンセプトが最高のチャンネルですよね。僕もこんなチャンネルでありたいなって思いますね。まあ本性を言うとですね、僕は基本的に金のことしか考えてなくて、まあ、YouTube 明日から Google 広告剥がされるんだったら、 YouTube の動画なんてもう明日から1ミリも投稿しないんですけれどもね。はいはい、人間のクズオツ。しかしですね、とてつもなく素晴らしい黄金の精神で動画投稿を行ってるこのキッズラインさんでございますけれども、結構ね、ネットとかで検索するとキッズライン嫌いとか、登録者数買ってるとか、いろんなね、ちょっとなんかよからぬ予測変換っていうのが出てくるんですよね。まあ、そこについてもね、ちょっと今から触れようかなって思うんですけれども、動画投稿活動していて、2018年の9月21日に、あのヒカキン TV を抜いて、日本でね、2番目にチャンネル登録者数の多い YouTuber になるんですけれども、その後、チャンネル登録者数を非公開にします。まあこれ結構正しい判断ですよね。ヒカキンさんとかはじめ社長さんっていうと、やっぱ今まで YouTube を支えてきた、いわばレジェンドなわけじゃないですか。それに対してですね、まあポッドでの YouTube のメインターゲット層からはあまり認知されてない、よくわからないチャンネルが急に、まあそのはじめ社長につく2番目に躍り出たわけですから、あまりね、よく思ってる人がいなくて、結構ね、叩かれてたりで、それがおそらく原因でチャンネルを非公開にします。しかしですね、それから約2年後、2020年の8月に日本人初のチャンネル登録者数1000万人を証明するダイヤモンドクリエイターアワード、まあ、通称ダイヤモンドの盾をですね、 YouTube から受け取ってましたということを公表し、自分のチャンネルの登録者数を今まで非公開にしていたんですけれども、正式に公開式というものを実施しました。そしてその公開した時のチャンネル登録者数の数字っていうのが1100万人とかいうね、もうとんでもないチャンネル登録者数を叩き出していて、もうヒカキンどころかはじめ社長もぶっ
っちぎりでぶち抜いて、まあ、日本でねもうナンバーワンのチャンネル登録者数を保持してる YouTube アカウントであることが正式に公表されました。しかしですね、今までチャンネル登録者数を伏せていた、あまり認知されてない、まあ、子供向けの YouTube チャンネルが今までねめちゃめちゃ一生懸命頑張って YouTube の歴史というものを築いてきたはじめ社長やヒカキンを抑えて急に1位に躍り出たわけですから、まあ、YouTube のね、まあ、ファンの人たちっていうのは、おいふざけんなよ、お前みたいなやつがヒカキン超えれるわけねえじゃねえか。いや、このキッズラインっていう YouTube はチャンネル登録者数の伸び率がおかしいってね、まあ、様々な、まあ、イチャモンのようなものをつけられて、当時公開して、まあ、1000万人ってめちゃめちゃめでたいことなのにもかかわらず超大炎上したんですよね。まあ、キッズラインさん本人もチャンネル登録者数1000万人を公開しようか、まあ、とても悩んでいたらしく、まあね、今みたいな感じでかなり炎上するかもしれないっていう恐れがあった中公開したわけですけれども、まあ、それにしてもね、まあ、とんでもないぐらいの、まあ、バッドマークが動画にはついて、まあ、いろんなところからね、ツイッターだったりネットとか、まあ、2ちゃんとかでね、様々な誹謗中傷とか、まあ、正しいか正しくないかよくわからない憶測をたくさん書き込まれて、まあ、そんなね、まあ、よからぬ疑いをかけられてる中でね、まあ、一番そうやって叩かれる要因となったのがアップロードしてる動画の再生数の、まあ、少なさなんですよね。まあ、チャンネル登録者数1000万人超えてたり、めちゃめちゃ登録者数が多い、まあ、例えばヒカキンさんとか普通にアベレージで何十万とか何百万とかすごい再生回数を叩き出せるわけですよね。しかし、まあ、キッズラインさんの、まあ、YouTube チャンネル、まあ、飛んでもらったらわかると思うんですけれども、まあ、1日前とか2日前3日前4日前にアップロードしてる動画の再生回数っていうのが4万回とか5万回、まあ、言ってしまえば、まあ、僕今チャンネル登録者数2万人ぐらいなんですけれども、まあ、僕の YouTube チャンネルの再生数と、まあ、平均アベレージがあんま変わんないぐらいの再生数しか、まあ、叩き出せてなくてですね、まあ、そういうこともあって、いやこれチャンネル登録者数買ってるだろうとか不正だっていう声がねどん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 強くなっていきました。まあ、キッズラインさん今は、まあ、正直言ってしまえばオワコンで再生回数は、まあ、僕とね変わんないぐらいなんですけれども、一番再生されてる動画で、まあ、5.9億回だったり再生回数1億回超えの動画っていうのを3本も所持してるんですよね。で再生回数1億回超えの動画持ってる YouTuber って、まあ、日本で探してもそこそこいないんですよ。だからね、まあ、その再生回数から計算すると別にこのチャンネル登録者数1000万回超えるっていうのは別に僕おかしな数字じゃないと思いますし、全然悪いチャンネルじゃないと僕は思います。でもやばいっすよね、再生回数5億9000万回は化け物すぎませんか。5億9000万回再生されてる動画これですよ。アイス屋さんごっこ、お買い物ごっこ、お店屋さんごっこ、お遊戯、コウくん、ミネちゃん、アイスクリームショップとかいうね、なんかよくわからん、なんか寸劇動画みたいなわけのわからへん動画が 5.9 億回再生されてるってマジでとんでもないですよね。でもなんて言うんですかね、こういう常識にとらわれない動画の方が普遍的に評価されるっていうのも YouTube のめちゃめちゃ面白いところで、僕もすごい魅力的なところだなって思ってます。まあ、そんなこんなでね、今回はまあ大人気日本で一番チャンネル登録者数の多い YouTuber キッズラインさんという人物のまあ歴史だったりね、まあ、いろんな疑惑について個人的な感想とか意見とか、まあ、喋っていきました。まあ、この動画がですね少しでも面白いよと思ってくださった方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。カシーチャンネルでした。あとツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。じゃあまたね。